はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校古文のこの古語は覚えておこう丸四をお送りします。で、これで、古文単語40個終了で、ここで終わりです。次回からタイトルまた変わるんですけど、今回はこの10個の単語やっていきますので、まずこの状態でテストしたい方はぜひ動画止めてやってみてください。では、早速ね、自分は1番の方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ、まずさらなりからいきましょう。で、このさらなり、まあ意味先いきましょうか。これはですね、言うまでもないと。ね、言うまでもないという意味になります。で、前回の動画で少し話をしたんですが、この次の動画が、タイトルなんだっけな。本文練習丸一っていうのをやるんですね。で、次回は枕草子を少しね、本文やっていくんですけど、まあ、実際の古文を乗っけて訳していくっていうだけなんです。だけなんですが、古文に、まあ、慣れてほしいっていうところの意図を持って取ります。で、その時出てきます。さらなり。なんでぜひ覚えておいてください。もともとね、大事な単語ではあるんですけど。で、次が、後ろめたしです。で、これは今、後ろめたいなっていう風に使うじゃないですか。ちょっとなんか、後ろめたい気持ちがあるみたいな。でも、それとね、ちょっとずれるんです。意味が。で、これが、不安だ。まあ、不安とか、下入るかな。心配だという意味で使います。あ、ギリだね。不安だとか心配だ、これが後ろめたしの意味です。で、年頃なりです。年頃なりで、これはいい意味で使うんですけど、基本的にね、これをまず覚えてほしくって、心がこもっていると。やべ、下がギリ、ん、大丈夫ね。心がこもっていると。では、そっから派生するのちょっと難しいかもしれないんですけど、あと、親切っていう意味でも使ったりします。心がこもってるとか、親切っていう。こんな意味で使います。これが年頃なり。で、次なんですが、まあ、打ち消しをもとも書いてしまっていて、4番5番セットでいきます。で、まず4番、えってあって、ほにゃらら打ち消しです。で、今までも、さらに打ち消しとか、梅雨打ち消しなんてもやってきましたけど、えっていう、一文字が出ない。えね、一文字があって、ほにゃららって入って打ち消しの言葉。こう来ると、意味が、ほにゃららできないって意味になります。で、これは、えっていう一文字がね、なんか急に入ってきた時の、まあ、サインとして見やすいので、で、その例として使うのがこれ。えも言わず。まあ、言はずだけど、変わって言わずだね。で、これは、えがありますよね、ここに。で、図が打ち消しです。これ。図打ち消しなんですけど。で、これ、まあ、もっていうのはちょっと強調で入ってるんで、え、いはず。でも OK なの、もともと。それの強調形なんですけど、いは、これ、言うね、もともと。喋るっていう言うです。で、それができないんです。言うことができないっていう意味になります。で、一応、それに、ものね、まあ、強調が入ってるので、少し長いんですけど、なんとも言いようがないと。もう言葉にできねえよ、みたいな感じの状態です。こういう風に使っていきます。いいかな？え、ほにゃらら、打ち消し。まあ、その例として、えも言わずですね。で、なかなかが、これまず意味書いちゃいます。かえってとか、むしろです。これ、かえってって、どこどこに帰るっていう動詞ではなくって、ほにゃらら、もう帰ってこっちの方が良かったよね。みたいな感じです。むしろこっちの方が良かったよね。みたいな。いうふうに使います。なかなかっていうのはね。で、次、すさまじですね。すさまじ。で、これもよく出てきますね。これ漢字。あ、赤だから大丈夫かな。ちょっと待ってね。あ、消えた。待って。これですね。強ざめだ。まあ、これをよく言われます。すさまじっていうのは。強ざめだ。ざっくり言うと、がっかりです、ほんと。
がっかりしたわーっていう感じ。これが凄まじです。まあ、がっかりって書いてる時もあるんですけど、興ざめって、そのなんだ、テストで意味を書く時はこっちの方が安全です。まあ、がっかりでもいけるとは思うんですけど、まあ、安全な方ちょっと書かせてもらいました。で、次、さすがにですね。で、これ今だとね、さすがにこうこうこうだよね、みたいな使い方をするんですけど、そうじゃなくて、長いっす。そうは言っても、やはりっていうね。まあこれはよくこのまんま書かれてます。さすがに、そうは言ってもやはりっていう意味でね、覚えちゃってください。で、あと2個ですね。9番、愛なしです。愛なし。で、これは嫌な意味で使われて、つまらないとか、あとはね、これ下、いや、横でいっか。不快だと。気分が悪いわ、みたいな感じです。そんな意味で使われます。愛なし。で、最後、かしづくですね。かしづく。これは、大切に育てるという意味になります。はい、といった感じで、今回この10個ね、やらせていただきました。これで、古文単語、累計40個ね、やったことになります。で、自分の動画では、古文単語はここで終了です。で、基本的には、高校受験の時は、まあ、先生によっては違うんですけど、まあ、よく言われるのは、100から150単語、まあ、あればバッチリだよ、みたいな話をされます。で、今回は40個しか取ってないので、もちろん圧倒的に足りないです。なので、もっとね、単語を覚えたいなっていう。例えば、まあ、この動画をきっかけだったら嬉しいですけど、興味が湧いて、もっと勉強したいと思ってね、くれた方なんかがいれば、まあ、書店とか行っていただいてね、古文単語ありますんで探してもらってもいいですし、まあ、ひとまず今回載っけた40個、もっとね、いっぱい大事な単語もありますけど、でも、これだけ覚えれば、少しはね、力になるものには間違いなくなりますので、まあ、これをね、復習してもらって、で、次回、まず1個目の本文練習が入ります。枕の草子やるんですけど。で、それやったり、その後に、活用とかもやっていくんですが、そういうのを踏まえて、結構後半は本文練習がメインです。うん、になります。なので、そこで、あの単語見たな、みたいなのにもなると思いますので、まあ、もしよかったらね、次回以降もぜひね、見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。